僕の心は小さくて浅いけど、心の底は見たことないのです。深い海だけど、そこはあるもんね。山は高くても登れる高さです。僕の心は小さくて低いけど、心のてっぺんは見たことないのです。深い海だけど、そこはあるもんね。山は高くても登れる高さです。心コロコロ、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 心コロコロ。おはよう。1月29日、湘南半ちゃんぽ、今日の一曲は、心コロコロを久しぶりに、歌ってきました。半沢兄弟ファンの人はね、すげえ懐かしいと思います。で今日ね、このね心コロコロをね一時期、歌ってくれとった、アーティスト、下村奈々が茅ヶ崎に遊びに行きます。まあ遊びに来るんだったらついでにね、まあ、じゃあ遊びに来るんじゃないな、来月、期限の、あるコンピレーションアルバムがあって、それの、レコーディングをせんといかんから、今日ちょっとうちに来てレコーディングをしたり配信ライブをしたりする感じになります。なんで今日はちょっと早めに帰ってその準備をする感じになります。そう、下村奈々がうちに、所属したのが2018年の10月だで、もう4年目か、4年目なんだね。そうなんだ、21歳でね、うちに来た子ももう24歳のね、大人のレイディーになったんでしょうか。なあ、そんなわけで、あの岩手出身の、下村奈々の、まあ、東京のお父さんということになってますんで、下村奈々のファンの皆さん、ね、ぜひチャンナナをよろしくお願いします。まあ、そんなわけで今日はちょっと、インスタライブとかね、 YouTube とか分かんないけど何かしら、うちの茅ヶ崎スタジオから下村奈々の配信ライブぐらいやれるかな、レコーディング終わったら。まあそんな感じなんで期待しとってください。ちゅうことで今日はちょっとこの後帰って、スタジオのセッティングとかしますんで、またね、バイバイ。パンコとハンちゃんもいるよ。